わー、スライムのモンスター。どうもジョンです。今日はロブロックスのスライミーをやっていきたいと思います。このゲームは大きな大きな緑のモンスタースライミーから逃げるゲームなんだよね。そうですね。なんかミッションがあるんだったっけ。そうです。鍵とかを見つけるんだよね。うん。このスライミーって怖いの？今3個あるだけだよ。じゃあ大丈夫だね。まずはマップとモードを選択していきます。話を聞いてね。博士が何か言ってるね。うん。実験が失敗した？だから危ないスライムになってるんだって。え？怖いよね。うわ。掃除機でスライムを吸いながら脱出するんだって。ああ、できそう？うん、頑張ろうね。よし、では早速レッツスタート。スタート。このスライムを掃除機で吸ったらいいの？うん、そうだよ。あ、鍵が出てきたよ。同じ箱の色を探して。 OK、 鍵と同じ色の箱を探したらいいんだね。見つけた。次はピンクの鍵。うわー、わ、スライムだ。スライミーが来た。隠れたら大丈夫なの？うん、これはボットだから。なるほどね。プレイヤーがやってたらボットを追いかけてくる。うん。鍵が見つからない人はスライムをどんどん掃除機で吸ってね。中から鍵が出てくることもあるよ。鍵を見つけた人はどんどんミッションをクリアしていこう。みんなで協力して脱出しよう。スライミーは来てるよ、逃げろ。ピンクの鍵、ピンクの鍵、ピンクのドアはどこだ？ジョンがブルーのドアを開けに来たね。赤い扉の横が確かピンクの扉だった。青の瓶を見つけたよ。制限時間があと5分だね。あとどれくらいのスライムを掃除機で掃除しないといけないかは時間の下に表示されてるよ。今半分ぐらいのスライムが掃除できてるね。瓶は実験室の装置に使うはずなんだけど、実験室どこだったっけ。おっと、スライミーだ。見つからないように。爆発するから気をつけて。爆発で黄緑の鍵が出てきたよ。黄緑は確かロッカーの鍵。急ごう。消火器ゲット。これどこで使うんだろうな。あれ？あれ？もう一人私がいた。
さすがジョン、どんどんミッションこなしてるね。あの子、ライフがあと1しかない。ジョン、茶色の鍵ここだよ。わかったよ。ママ、こっちだよ。ついてきて。発見。コインを見つけたよ。ポテチを買いに行こう。ジョン、そのポテチどうするの？紫の子にあげるんだよ。動き出したね。お腹空いてたのかな。ついてってみよう。捕まえた。あの子、仲間なのかな。しかない。レクジの鍵ゲット。前からスライミーが来てる。引きつけるね。レクジの鍵を開けて。開けたよ。みんな脱出できるよ。ジョンが出口の扉を開けてくれたから脱出するね。よし、脱出脱出。みんなありがとう。協力してくれてありがとうね。お家に帰ろう。から第2ステージをやっていきたいと思います。みんな協力してね。マップを選択していきます。プレイヤー全員の多数決で決まるので第2章を選択。もう一人のお友達は第3章したかったみたい。ごめんね。ゲームモードはボットを選択。プレイヤーを選択した場合はプレイヤーの中から誰か一人スライミーになるよ。これさっきの UFO の中じゃない？今度もスライムを掃除して脱出しよう。これさっきのスライミーのパパとママかな。でも何を話してるのかわからない。スライミーの言葉なのかも。とにかくここから脱出しなくちゃ。みんなで頑張ろう。了解。スライムの中に鍵があるよ。
ジョンの持ってる鍵ここのに似てるけど違うみたい。スライムの下に鍵があるよ。ママ取って。オッケー、ブルーの鍵ゲット。この鍵のブルーと同じ扉を発見。次は茶色の鍵。確かこの奥にあった気がするんだけど。やっぱりあったあった。ジョンの持ってる鍵、ここのじゃない？順調順調、スマイルスマイル。ジョン、そこスライミーいるよ、気をつけて。開けたら、上路をゲット。あと5分しかない。大丈夫、落ち着いて。ここの部屋のラクーンフラワーみたいな植物にジョンは水をあげたよ。あれ？なかなか取れない。よし、取れた。これでも食らえ。ナイス、ジョン。ジョンが動きを止めてくれたよ。ジョンがさっき取ったのは武器だったんだね。何それ、ライトセーバーみたいだね。今助けるよ。あとスライムも 15% ぐらい掃除が残ってる。スライムの掃除が終わっていないと脱出できないよ。いいね、みんないい動きしてるよ。協力協力。私たちも何度も何度も頑張って練習して脱出できるようになったから、みんなもこの動画を見てたくさんチャレンジしてみてね。
ちこっち、白い鍵の子こっちだよ。こっちについてきて。こっちこっち、まだこっちだよ。ここここ、開けて開けて。あれ、この緑じゃない。時間がないよ。緑はどこだ？うわ、スライミー。キャッ、タッチされた。逃げろ。開いてるんだけど。僕は開けといたよ。わ、脱出もできるので脱出していきます。はーい。ジョン、こっち来て、並んで、みんなにお別れするよ。最後まで見てくれてありがとう。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。